皆さんこんにちは、ジャーナリストの篠原丈一郎です、今日今これからね飛び立つところの前なんですけども、緊急に配信ということで面白いですね、ニュースが入りましたというかね、ネット上に現れたんでいいんですけどね、実はですねこれ今私が挙げてるところはですね、鳥羽国際ホテルのホームページサイトの中にあるですねご皇室のですね訪問についての記述なんですね。でこれちょっとよく聞いてくださいね。今日突然ですね2022年令和4年の10月に、英宮のですね、悠仁殿下というふうに入ったんですね。これ今日なんですよ。でその前がね2018年、平成30年の7月に、皇太子殿下と、これは要するに今の金城陛下ですね。でこれね実はねなんでわかったかっていうとね、これ今日だってよく覚えてくださいね。なぜかっていうと、これの前のですね、最後の更新っていうのをね、調べたんです。これがですね、今のが出てくる前の画面ですね。こういうことになってるわけですけど、最後がだから2018年平成30年の皇太子殿下、金城天皇と書いてありますね。で、これね、ちょっとこうやって操作すると出てくるんですが、これ皆さん普通にやっても出ないと思いますが、最後の更新日がですね、2022年の9月22日、去年の9月22日。したがってですね、先ほどお見せしたこれはですね、それ以後ないんですよ、今日まで。で、今日出たということなんですね。で、私不思議なんですけどね、なんで今更こんなもの出すのかね。というのは、皆さんご承知の通り、私配信したんですけども、今年の正月私、実はここに、滞在しました。数日間滞在した。それでですね、実は、まあ、あまりメインにはそういうことではなかったんですけれども、まあちょっとですね、いろいろ聞き込みをやったんですね。で、まあここ最近ですね、皇族の方来ますかと。このホテルはよくですね、皇族の方が使っていることは分かってるんですね。で、念頭としてはですね、10月のですね、悠仁殿下のですね、伊勢参り、私的な伊勢参りをやったかどうか。で、私その時にですね、どこに泊まったのかって問題になりましたよね。名古屋観光ホテルがですね、例の歌謡ショーですね、ディナーショーがドタキャンになったと、ダブルブッキングだったと。で、そこにどうも割り込んだんじゃないかという疑いが持たれたんですね。で、そうじゃないと、別のものをダブルブッキングさせたということで、一応説明がされてるんですけど、怪しいと。で、その時にですね、私ちょっと政府の関係筋ですね、私も政府にいましたので、調べたらですね、鳥羽国際ホテルで泊まったらしいっていう情報はもうその段階で出たんですよ。で、どうもおかしいと思っていたんですけれども、まあそうなのかなと思って聞いたらですね、泊まってない、泊まってないんです。というのはもうこれはっきり言って、このホテルの関係者に聞き込みしましたから、3年間以上、皇室来てない、皇室関係者来てない、はっきり証言もらいました。で、それは皆さんのですね、動画でお伝えした通りなんですが、それがですね、まあ私動画で配信した後、こういう形でどうもね、出てきたと。やっぱり名古屋観光ホテルのですね、ダブルブッキング、キャンセルに、これが絡んでるっていう疑いを持たれるとまずいということで、どうも調整して今日あげたんじゃないかと。まあ、はっきりもう一度言いますけど、私は現地で、関係者、まあはっきりはホテルの関係者に、関係したところ、こういうことはない。っていう証言を得ています。で、これはね、なんで今日言うかというとですね、こんなことをわざわざ姑息にですね、やってるっていうことは相当問題になってるってことなんですね。で、本当私としてはですね、もう、あんまりこれ問題にする気なかったんですけれども、よっぽどなんか隠したい事情があるんだなということでですね、余計これ掘ってみたくなりました。皆さんはどうでしょうか。いずれにしてもですね、ここのところですね、英宮家の関係はですね、いろいろ公務をやったりするのも、後付けで発表したりとかね、後で調整するような形で発表する、いう形でね、どうもこそこそやってますよね。例のカピバラバーベキューからこっちそういうことになってるんですけどね。何かおかしな動きをしてると。で、ちなみにもう一つ指摘しておくとですね、このですね、悠仁殿下のですね、試験休みを使って、伊勢参りをしたとです。本筋はですね、指摘に、何かですね、イベントですね、博物館のイベントを見に行って、ついでに狭いしちゃダメでしょ、皇族だと思いますけども、ついでに行ったんだと、私的な旅行であると、私的な旅行のはずなんですが、
梶高春公子職大夫が同行するという大掛かりなんですね、宮家の関係では大掛かりな旅行になっているわけです。で、何よりも重大なのはですね、この時にですね、国体がございまして、国体に、金城陛下ご夫妻がですね開会式お出になってる、そういうものにぶつけるっていうのはね、あまり良くないんですね。で、何が良くないかっていうと、これはね、実務的な問題もありましてね、例えば皇宮警察がこれ同行してるわけですよ。で、やっぱり体制が薄い中でですね、そういうことされると困るんですよね、表に出る行事。まあそういう行事でないものもありますけどね。まあご旅行をされて、例えばですね、まあ順番にですね、いろいろ、いくつかの県警がかかる、ということになりますとね、調整がいるわけです。かなり負担が警察当局にはかかる。ただこれね、もう一つね、言いますとね、私いろいろ県警関係者親しいんですよ。で、今回のこの問題について聞いてですね、まずその、名古屋観光ホテルに泊まったのか、鳥羽国際ホテル泊まったのか、こういう問題が出たわけですけども、関係筋に聞いてですね、政府系はですね、鳥羽観光ホテルらしいということは言ってました。ところがですね、現地のね、警察ですね、県警、三重や愛知県警と言ってきます。警備要請来てないと。こんなことあるのかと。少なくとも、どっかの関係者がね、関係者、確か、国盛ですかね、国盛州の関係者の方でしたかね、こう、選挙出られてね、名古屋駅の、方でですね、悠仁殿下をお出迎えしたと、なんか情報が流れたそうなんです。僕も関係者、日本会議で情報流れて、彼はね、一応、国盛の関係なんだよ。だから、そういうふうに言っとくんだけど、日本会議だけじゃないんで、日本会議の関係者聞いたらね、事前にどうも流れたと、名古屋駅から、お出かけになるっていうことが分かったんで、時間も分かったんで、お出迎えに行ったと。だから、名古屋で降りてることは分かるんですけど、名古屋だったら、まさにですね、愛知県の真ん中じゃないですか。だから、愛知県の真ん中から車で、三重県ですね、お伊勢様に行くと。で、まあ、鳥羽に泊まる。コースとしては、一番これ理想的な、なんていうか、当たり前のコースなんですけれども、どうもね、ここで、まず、愛知県警に警備要請がない。これは一体どういうことなの？警備要請ないって言っておきますよ。私は、関係筋聞いてますからね。うん。なんでこんな奇妙なことがね、起こるんだろうかと。こそこそが帰ってね、これね、警備上はまずい問題にならないのかなと思います。で、その鳥羽、肝心な鳥羽国際ホテルですね。現地では泊まってないと言ってるのに、無理くり今日ですね、こんなのが出ると。だからもう一度繰り返し見せますけど、前の記述はこれですよ。これですよ。ここで終わってたんですね。昨日までこれで終わってるんです。で、最後の更新、今日調べると最後の更新がこうやって出るんです。断言できないんですけど、最近は更新がなかった。なかったということね。だから2022年の9月22日、これが最後の更新なんです。だからこれ何か意図があってね、こういうことを指したのかな、ということを考えざるを得ないんですね、これね。これでいくとね。だからそういうことで、今後ともこの意図を探していきたいな、と思っております。なんか変なこと起きますね、次から次へとね、三宅のことをね。ということで、またですね、今回も調査のたびにこれから出ますけどね、いろいろ分かったことあったらね、今日急にこれ変わってるもんですからね、びっくりなんですね。びっくりなんで、皆さんに情報共有するためにお伝えしました。で、これから飛行機乗りますんでね、またなんか配信あったら配信します。ぜひですね、またご注目いただければと思います。皆さんこんばんは、ジャーナリストの篠原丈一郎です。今日はですね、そもそも質問コーナーの続きということで位置づけてたんですけども、今日は飛行機ね、お昼ぐらいに飛行機乗る前に、緊急配信しましてね、鳥羽国際ホテルですね、遡れば去年の10月1日に、悠仁殿下がね、伊勢神宮にお参りをすると、お参りがするのはメインじゃなくて、あくまで何か博物館なんかを見て、当時もこれちょっとそんなのあるかよって話だったんだけど、伊勢神宮からお参りしてくださいと言われたからするんだって、そんなことありえないんだけどね、いうような話でお参り行くということで、その時にですね、いろいろ
ちょっとした、ハプニングというか事件があって、そもそもですね、この伊勢前自体がですね、この営宮家はちょっとだいぶこの10月1日はキーな行動をしまして、お父さんお母さん、つまり営宮殿下ご夫妻はまた別のところにお出かけになってんだよね。確か感激だったよね。で、過去内親王殿下はですね、障害者の運動イベントなんかにご公務で行かれたと。でそもそもその同じ日にね、国体ですね、栃木だったと思うけど、国体で開会式に天皇皇后 両陛下が出られているという時にですね、それにぶつけるようにね、特に悠仁親王殿下についてはこれ私的旅行とあくまで言ってるんだよね。でも実際はもう皆さんお分かりですよね、その皇嗣職大夫というですね、営宮家にとってはですねサポートする最高責任者も同行して、行ってるわけでね、これはもう明確にですね、親王殿下の参拝と、それもですね、まあ、いろいろ語学業のこととか、あるいはですね、この間の流行り病のことでね、成年皇族になられてからもですね、まだ一斉参拝できていないですね、栃宮愛子内親王殿下をですね、の先を行ってですね、やらせるっていうのが見え見えることをやった感じがするんですよね。で、その際でもですね、もう一つの、疑惑っていうのが浮かび上がって、私ちょっといくつかですね、いろいろ資料をですね、私のツイッターの方にも上げてますから見ていただきたいんですけどね、まずですね、この問題取り上げたのを昨年の10月10日にね、配信したですね、ライブで配信した後ですね、切り抜きを作ってね、10月10日に配信してるんですけどね、この伊勢参拝おかしいよということで、鳥羽国際ホテル泊まってないんじゃないのという話をしていたんですね、もう10月10日にね。で、この時の動画は私ちょっと見てですね、おさらいっていうか復習をしたんですけどね、そもそも鳥羽国際ホテルで泊まるって話は私の方にはっきり言うと政府関係者から情報入ったんですね。でもどうもいろんなとこから聞くと止まってる様子がないと、むしろ例えば日本会議なんかの方々がですね、名古屋駅で、お出迎えをしてたりですね、お見送りをしていると、お出迎えは一応、10月1日、お見送りは10月2日、特にお出迎えはですね、10月1日の10時47分ぐらいだったと思います。名古屋駅のですね、対向口、新幹線から降りてくればすぐ出てくれる、来れる出口なんですけどね、警備上も非常にいい口なんですけど、そこでですね、山下俊介さんという方がですね、お出迎えをしたのをツイートしてるっていうのを確認できてます。で、ただこの時また一つ疑いが出たのはね、いや実は日本会議が同じ時にですね会議をやっておりまして、そっちにお忍びで出られたんじゃないのっていう説もあるんですね。これはまだ私確認できてません。出たら出たってこれ大問題になっちゃう話なんですね。日本会議ってのはあくまで政治団体ですからね、政治団体の集会イベントに、皇族ましてやですね皇位継承大臣の人が出たら、これ大いわゆる憲法の問題にも引っかかるようなね大問題になっちゃうんでね、これもちょっとね怪しいなと。ともかく怪しさ極まるんですね、動きがね。その中で、起きたのがですね、10月1日のですね、岡みどりさんって歌手のですね、ディナーショーというかね、昼の分はあるからランチショーっていうんですかね、これがですね、当日になってドタキャンと。びっくりだよね。ありえない。で、いろいろ皆さんこれ資料ご覧になったらわかると思うんですけどね、この会場になるはずのところは、名古屋国際じゃない観光ホテル、名古屋観光ホテルと言います。これちょっとね、びっくりする話があるんですよ。これからしますけどね。名古屋観光ホテルとしては、会場をですね、急遽後から入ってですね、これ、名古屋の間っていうんですけども、一番の間なんですね。これをね、他の、行事入ったのに使って、別のところを当てがうようにしたんだけど、前日まで全然ですね、主催者側、これ放送局とですね、岡みどりさん側に言わなかったと。
これでお客さん来ちゃったけど急遽中止になっちゃったんで、今これ支払いの問題いろいろごちゃごちゃしてるみたいですね。これお一人様3万円のショーだったわけで、これが例えば1000人ぐらい来るような、あの昼の部と夜の部があって、1000人ぐらい来るような話になったわけですよ。これ3000万だよね、これね。それから、ホテル側としてはですね、これもちろんですね、岡みどるさん、かなりのファンの方がいらしてね、遠方からいらっしゃって泊まりがけでいらっしゃる方もいらっしゃると、いうことなんで、宿泊費ね、まあこの名古屋か観光ホテルを取ってる方もいたんでしょうが、近隣で取ったりする方もいたんでしょうね、宿泊代を払いしますと、払い戻しもしますということなんですけどね、これについてもね、いや全然これはあの実はこれ飛ばしたのは、それこそアンテニューと悠仁殿下がねここでお泊まりになったからじゃないですかと、それをわざわざね、鳥羽国際ホテルっていうふうに言ってきたのは、これカムフラージュなんじゃないのというような話があったと。でそういうことがうやむやになったままですね、推移して、急に今日になってですね、鳥羽国際ホテルの方で、サイトですね、ホテルの歴史っていうところなんですよ、ここにですね、令和4年、10月、秋篠宮悠仁親王殿下がですねお泊まりになったというようなことが出たんですね。ところがこれ、がですね、なぜかごく最近に出たと。私が例えばこうお正月泊まってたんですよ、私ね、実はね。まあ、そういうこともあって、で、しかも、聞き込みをしちゃったというね、これちょっとね、後でね、ちょっと話入ってるんですけど、どうも、やっぱり篠原が泊まったらしいと、篠原さんが泊まったらしいっていうことがバレてるらしくて、なんかその日にですね、担当された、ホテル職員の皆さんがですね、どうもいろいろ聞き取りをされたんじゃないかって話が来てるんですよ。これかわいそうなことをしちゃったなと思うんだけども、しょうがないよね。でも、皆さん正直で、私もこれ SNS でね、明らかにしたんですけども、あのホテルは実はですね、1936年と言いますから、昭和11年にできたホテルです。で、中部地方ね、いわゆるその愛知とかこっちの地方のね、迎賓館って言われるような、由緒正しい、お泊まりになったりね、お立ち寄りになるということで、使ってきてる、由緒正しいホテルって位置づけられてきたんですね。で、私がですね、実は、いいことにですね、二つの、なんていうかね、タワーになってんだよね。ホテルがね、前にね、その、10月10日のね、動画もね、ぜひ、ご覧になってみたい方は見ていただければと思うんですよね。私のツイートの方にリンクが貼ってあったりしますからね、見ていただきたいんですが、非常にね、岬のね、こう先っぽにあってですね、警備上とってもいいところなんですね。しかも、その動画ではですね、私地図見て行ってたんですけどね、ホテルから見たら本当に、海を挟んですぐ向かい側に海上保安庁の文書があって、海上保安庁の巡視船が止まっていると。警備上にはもう全く理想的なホテルでしてね。しかも高い棟式になっていると崖のところに立ってるね。で、それが2本あってですね、その2本とも止まったんですよ。一つの部屋だけでですね、満杯のところを無理して入れてもらったんで、空いてるところこうやって点々としたもんですから、3泊したんだっけ？ 3 泊うん、3泊して帰ってきたんだよね。で、3泊して、1泊目が違うお部屋で、2泊ね。後でね、そう、ね、両方の塔をね、うん。両方の塔でね。で、その塔をつなぐね、渡り廊下みたいなところがあるんですね。で、そこに、このホテルにお泊まりになった VIP の方々のですね、お写真ね、ホテルにいらした時のお写真がざーっと飾ってあるんですよ。で、その中には、これも SNS でちょっと何枚か貼っといたんで、一番数貼ったのは、Facebook の方ね、私の Facebook、古瀬光晴の Facebook に貼ってあるんですけどね、昭和天皇、皇順皇后ご夫妻ですね、それから、今の上皇ご夫妻が天皇陛下、皇后陛下の時いらしてます。それから、一番いらしてるのはあれですよ、金城陛下だね、あれね、最近ではね、お子さんの時、9歳の時に、これ、YouTube でもよく出てるんですけどね、浜松とかこっち見た時、社会科見学って、一人旅した時に、お泊まりになってるんだよね。昭和44年。うん、昭和44年、9歳の時にお泊まりになってるんですよ。
それがその後、まあ、十何年かしてきてらして、それからご夫妻、皇太子の時にご夫妻でも来てるし、2019年、実は、令和元年ですね、令和元年に、即位されて割と近い一月半ぐらい経った時期が6月ぐらいですね、いらしてんですね。で、それが最後だったんですよ。うん、それが最後だったんですよ。いうことなんで、はっきりね、うん、証言がある。証言があるからね、うん。うん、間違いない証言なんですよ。で、そういう俺に、なんか去年来たことにされちゃうと。いや、変なんだよね。だから、で、私、多面的にですね、警察関係も含めて情報集めてですね、やっぱりここに泊まった情報ないんですよ。で、そうなると、やっぱり怪しまれるのは、名古屋観光ホテルの方の、岡さんのディナーショーをぶっ飛ばしてですね、泊まった可能性があるんじゃないかなと。いう疑いが出るんだけどね、でそれで割と口が固いわけですよね、両ホテルともね。でこれは訳があります。